次に澤田亮君、はい、澤田君、日本維新の会、埼玉の澤田亮です、本日もよろしくお願いいたします。本日は日本銀行の黒田総裁にもお越しいただきました。本日お忙しい中ありがとうございます。活発な議論をさせていただきますので、鈴木財務大臣ほかですね、関係省庁の皆様、日本銀行の皆様、委員部の皆様、本日もよろしくお願いいたします。それでは質問に入らせていただきます。18日の金融政策決定会合で、ロシアのウクライナ侵攻をめぐり、原油、小麦、貴金属といった国際商品価格が歴史的水準まで急騰するなど、資源高がもたらす影響を国内経済のリスク要因に明記され、国内の景気判断も下方修正となりました。そしてですね、今、円安ドル高が進み、1ドル122円まで上がっております。少し前の話になりますが、2015年6月10日の1ドル125円まで円安が進行した点について問われたことへの返答として、黒田日銀総裁がここからさらに実効実質為替レートが円安に触れるということは普通に考えればありそうにない、語ったことがですね、125円で口先介入に出てきたとの思惑につながり、黒田ラインという言葉が一人歩きして、1ドル125円水準がですね、円安の天井となってしまってから6年が経ちました。そして今現在はですね、再度125円に向かって円安トレンドが動いております。国際決済銀行発表のですね、最新の実質実効為替レートは 67.55 とですね、1972年の6月以来の円安の水準となっており、いわゆる黒田ラインと呼ばれている1ドル125円を天井と思惑を持たれたですね、2015年6月の 67.63 を超えてきております。黒田総裁にお伺いいたします。当時はですね、アベノミクス、黒田バズーカ含めてですね、政府や日銀の強いメッセージが過剰に円安を誘導してしまったことへのファンダメンタルズへの乖離をですね、普通に考えればありそうにないという言葉でご解説なさったと思いますが、今回はそういった大きなメッセージない状態でですね、世界の中央銀行が過熱感抑制やインフレ対策として金融引き締めを始めていることは、コロナ、ウクライナ侵攻が与える影響は余波もですね、当然受けていると考えますが、ファンダメンタルズ含めて現状の大変低い実質実効為替レートをどのように分析されますでしょうか。またですね、低い実質実効為替レートが日本に与える影響はどのようになると考えますか。黒田日本銀行総裁。為替相場の水準あるいは評価について具体的にコメントをすることは差し控えたいと思いますが、いつも申し上げているとおり、経済や金融のファンダメンタルズを反映して、この安定的に推移することが極めて重要であるというふうに考えております。その上で、最近の実質実効ベースで見た為替円安が進んでいることの背景には、内外の物価上昇率の格差、すなわち我が国の物価上昇率が貿易相手国よりも低めに推移していることの影響が大きいと考えておりますが、いずれにいたしましても、為替の動向は経済物価に影響を与えますので注視してまいりますし、何よりもですね、経済や金融のファンダメンタルズを反映して安定的に推移することが極めて重要であるという点は重ねて申し上げたいと思います。澤田君、ありがとうございます。やはりはっきりとですはね、言えない部分はたくさんあると思うんですけれども、こういった部分もですね、しっかりとこの日銀の方で政策決定会合の方から発表していただけると大変分かりやすくなると思います。現状ですね、高まるスタグフレーションへの警戒感、止まらない円安、このキーワードだけにですね、反応して、GDP ギャップが 4.8% もあることや、金融緩和の本質を理解しない一部メディアや国会議員からはですね、黒田日銀のやってることは、物価高や円安政策なので、すぐに大規模金融緩和をやめるべきなどといった声が少なからず出ていることに、私は大変な危機感を感じております。そんな中ですね、政府が日銀の同意人事でもある、現状の方向性を後押しする、いわゆるリフレ派の委員から、違った方向性の反リフレ派の方に変更し、昨日ですね、認められたことに、我々日本維新の会は反対を投じました。主要野党までがですね、賛成していたのには、正直驚きを隠せません。黒田総裁にお伺いします。こういった声が高まる中、日銀が忖度をしてですね、金融引き締めに動くのではないかと。
不安がありますが、どうでしょう。またですね、先ほど、中川委員への返答で、物価の上昇だけでなく、雇用の引き上げ、賃金の上昇の必要性を言われておりましたが、改めて質問させていただきます。日銀は物価だけが伸びれば良いとお考えなのでしょうか。黒田総裁。まず、日本経済の現状を見ますと、GDP は感染症拡大前の水準を回復できておりませんし、需給ギャップもご指摘のとおり、依然としてマイナスであります。消費者物価の前年比は、足元プラス 0.6% ですが、今後ですね、プラス幅ははっきりと拡大し、携帯電話通信料下落の影響が剥落する4月以降は 2% 程度になる可能性もありますが、物価上昇の主因はエネルギー価格の上昇であります。こうしたコストプッシュ型の物価上昇は、家計の実質所得の減少や企業収益の悪化を通じて、我が国経済に下押しの影響を与える恐れがあります。このような経済物価情勢を踏まえますと、日本銀行としては現在の強力な金融緩和を粘り強く続けることで、感染症からの回復途上にある経済活動をしっかりと支え、持続的安定的な物価上昇を目指していくことが適当であるというふうに考えております。また、後端のご質問に関しまして、日本銀行は 2% の物価安定の目標の実現を目指して、大規模な金融緩和を行っておりますが、単に物価だけが上がればよい、物価だけが上昇すればよいと考えているわけではありません。企業収益や雇用、賃金が増加する下で、物価も緩やかに上昇していく好循環の形成を目指しているわけであります。以上、澤田君。黒田総裁、大変ですね、心強いお言葉をいただきまして、本当にありがとうございます。我々日本維新の会はですね、まさにこの強烈なですね、この10年間、日銀が戦ってきてこられたことをですね、しっかりと後押しできるように、これからも党として動いてまいりたいと思います。GDP ギャップがですね、4.8% ということはですね、それだけ総需要の不足があるということであり、私は大規模金融緩和の継続、党としても、私としても必要と考えております。また物価の安定とですね、雇用の最大化、そして名目経済成長率の持続的な上昇、これはですね、私は一体の概念とも考えております。というのも、アメリカの中央銀行でもあります FRB には、物価の安定以外に雇用の最大化と、名目経済成長率の持続的な上昇は明記されております。ここで質問です。なぜですね、日本の日銀法には物価の安定だけがあり、雇用の最大化、そして名目経済成長率の持続的な上昇は明記されてないのでしょうか。お願いします。角田理財局長。法律の規定ぶりについてのお尋ねなんですけれども、日銀法上、今、議員がおっしゃったような意味の目的というのは、1条ではなくて、むしろ2条の理念の方に当たりますけれども、そちらにございますように、日本銀行は通貨及び金融の調節を行うにあたっては、物価の安定を図ることを通じて、国民経済の健全な発展に資することをもってその理念とするとされておりまして、これは広く雇用ですとか、経済の状況とか、広く読めるようなものになっているというふうに考えております。委員長、佐々君。ありがとうございます。ただ、その広くというのが実は危ないと、私は考えておりまして、解釈を拡大すると、誤ったメッセージになってしまうと。いうことを含めるとですね、明確に今おっしゃったことをですね、言葉にしていただけるようにちょっとお願いしたいと思います。仮にですね、今のように GDP ギャップがある中で、スタグフレーションのような状況になった場合、相当にですね、高度で緻密な対応が日銀と政府ともにこう必要になってくると思います。先ほど黒田総裁も言葉にしてくださいましたが、金融政策はですね、物価安定だけを求めているものではありません。雇用の最大化と、名目経済成長率の持続的な上昇ということをですね、明確に言葉として日銀法に追加したいというふうに思いますが、大臣はどのようにお考えでしょうか。鈴木大臣。先ほど、角田、理財局、理財局長からですね、お話が、答弁があったとおりでございまして、第2条におきまして、幅広く今先生ご指摘のあったところは読めるのではないかとそのように思っております。澤田君。すみません、大臣、じゃあちょっと確認になるんですが、先ほどの条文というものは
条文というか 2条ですか、書いてあるものについては、雇用の最大化と名目経済成長率の持続的な上昇というものが入っているという、これ、ご認識で大丈夫でしょうか。確認です。鈴木大臣。すみません。日銀法上ですね、金融政策は、国民経済の健全な発展に資することとされております。これが第2条であります。で、現行法においても、日本銀行は金融政策の運営にあたりまして、経済成長や雇用に配慮することが求められていると、そのように解されているところであります。委員長、澤田君。ありがとうございます。確認が取れました。日本維新の会はですね、日銀法の改正案として、先日、議員立法を提出させていただきました。その内容にはですね、先ほど言った2点に加えて、さらに日本銀行の自主性の尊重や、役員の解任についても提起させていただきましたことをお伝えいたします。続きまして、23日、岸田総理と公明党の山口代表との会談にて、物価の高騰などに対応するため、追加の経済対策を検討していくことで一致とありました。日本の現状にまさにですね、自民党だけでなく、公明党も強く危機感を持っていると感じました。我々日本維新の会は、政府へウクライナ危機等から国民生活を守るための緊急経済対策として、軽減税率を現行の 8% から 5% へ、そして 3% へ段階的に引き下げる、そういう提案をさせていただいております。鈴木財務大臣に質問です。原油価格、穀物価格等の高騰により、物価がですね、落ち着くまでの間、軽減税率を現行の 8% から 5%、そして 3% へと段階的に引き下げていくようなことがですね、低所得者対策として大変有用であると考えますが、大臣はどのようにお考えになりますでしょうか。鈴木大臣。消費税につきましては、社会保障の費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合うという観点から、社会保障の財源として位置づけられておりまして、軽減税率が適用される飲食料品にかかる分も含めまして、全世代型社会保障制度を支える重要な財源であることから、税率を引き下げることは考えておりません。また、消費税の税率変更には、すべての事業者に関わるものでありまして、システムの改修、値段設定の見直し、値札の貼り替えなど、一定のコストや準備期間の確保が必要となることから、経済情勢の変化等に対して、機動的に対応が難しいという問題がある点も、ご指摘をさせていただきたいと思います。澤田君。考えておりませんという答弁で、大変残念だなと思いながらもですね、やはりですね、この原油高というものがだけば、もう一人歩きをしてですね、トリガー条項をどうするんだということばかりが最近メディアによく報道されています。ウクライナ危機が発生して物価高騰が拡大するのは、これ石油製品から食品にまで至ります。トリガーを議論する、こういったものがですね、しっかりとやるというんであればですね、その他大勢についても積極的に議論すべきであり、実行すべきです。その本丸になりうるのがですね、軽減税率の深掘りと私は考えます。では、この軽減税率というものがなぜできたのかというとですね、消費税率を 10% に引き上げる際に、低所得者対策の選択肢として、公明党が唯一ですね、軽減税率の導入を訴えたからです。せめて食べ物の税率だけでも低くしてほしいと、この生活現場の切実な声を何としてでも実現したいとの強い思い、そして粘り強い交渉でですね、三党合意での軽減税率を実現させました。まさに物価の高騰で一番大変なのは低所得者です。まさにこのタイミングこそが、そもそもこの軽減税率を作ったこの出番と考えております。岡本副大臣に質問です。本日はもちろん副大臣としてご列席なさっているのは重々承知ではありますが、軽減税率の有用性をですね、誰よりも一番知る公明党の衆議院議員として、当然物価高騰の中における軽減税率の深掘りなどはですね、党内でも積極的に議論されているとは思いますが、ぜひ今後さらにですね、党内で前向きに動いていただけないでしょうか。岡本副大臣。物価高等に対するその施策としての軽減税率の低減、税率低下につきましては、今、大臣がご答弁申し上げたとおりで、大臣が申し上げたような理由で現在考えておりません。
一方で政府としては現在の物価高の問題点を認識しておりますので、3月4日に原油価格高騰に対する緊急対策を取りまとめました。今澤田委員の方から原油以外にも食料等のさまざまな物価高が足元を襲ってきているというふうな現状の認識も共有いただきましたので、省内でもしっかりと議論をし、総理からご指示があれば追加のさまざまな対策についても前向きに検討していきたいというふうに考えております。委員長、澤田君。副大臣、党内の方はどうでしょうか。すいません。岡本副大臣。今財務副大臣という立場で答弁させていただいておりますけれども、はい、私の認識している限り党内では軽減税率の引き下げというような議論は行っているとは承知をしておりません。一方でさまざまなさらなる景気対策については現在議論を進めているというふうに認識をしております。澤田君、ありがとうございます。我々日本維新の会はですね、さらに低所得者の保険料の大幅減免、中小企業対策として社会保険料の事業者負担分の大幅減免と国税分の法人税をですね、時限的に一律 15% へ大幅減税する提案もしております。まさにですね、大変に複雑な経済状況に巻き込まれているからこそですね、やらなければいけないことが多いと。そして新型コロナがですね、世界的に急拡大した、2020年、当時ですね、自民党は減収世帯に1世帯当たり30万円を給付するという支援策を軸にですね、いろいろと迷走されていたように、私、当時は一般人として見ておりました。そんな中、すべての人にですね、1人当たり10万円を一律給付する特別定額給付金が必要だとですね、公明党の山口代表が当時の安倍総理に直談判し、決断を促して実現につなげました。閣議決定された2020年の第一次補正予算案を組み替える異例の対応で、一律給付が実現したことはですね、当時不安を持っていた一国民としてもですね、政治は力で動くと痛感いたしました。そういった一例を考えてもですね、まさに今回のこの軽減税率、公明党がなければですね、実現をしないというふうに考えております。ぜひですね、岡本副大臣には国民生活を守れるお立場にあるということを前提で、この提案をですね、党内議論を飛び越えてですね、政府も巻き込み実現につなげていただけるよう改めてお願い申し上げます。最後になりますが、今ですね、まさにこの日本が抱える問題、大変広がっております。複雑な状況の中で、経済対策も大変緻密でですね、丁寧なやり取りが必要となっております。日銀にはですね、しっかりとした目的を持ってもらい、政府日銀がです、共にお互いの英知を結集し、この難局から国民生活を取り戻すとともに、完全雇用、賃金上昇、力強い経済の実現でこそが、岸田総理が金々おっしゃっている成長から分配の好循環、これを生み出すための私は一つの、考えだと思っております。現在のですね、経済の分析を誤り、対応を間違えれば、大変にですね、この激動の中、我々のこれから10年、20年といった国民の生活をまた暗い状況に差し戻してしまう、またデフレに戻してしまう、そういったことも十分に起こり得ます。ぜひ鈴木財務大臣ほかですね、皆様にはこの日本はですデフレから若干では脱却した中で、さらにこのデフレを乗り越えて新しい経済成長へ持っていき、そしてその中でですね、国民の皆様にしっかりと成長から分配の好循環を生み出していただけるようにお願いをして、私の質問とさせていただきます。今日はどうもありがとうございました。川田さんどうですか。ありがとうございます。次に岸本修